ティスさんはどうなったの？あ、ごめんなさい。聞くべきじゃなかったね。すぐ緊急ワープに入っちゃったから、ベラガルフがどうなったかは、わからないの。一緒に収容した避難民の方たちは、コモンスペースにいます。一応部外者だし、勝手に出歩かれちゃ困りますもんね。こちらブリッジ。居住区で休まれてはどうですか？ワームホール到着まではしばらく時間がかかりますから。入ったばかりの新人も見ていますし、ねえねえ、しっかり手本にならないと。なんか遊びに行かない？遊びに。JJ さんには居住区にいてもらっている。その自由に出歩いてもらうのもあれなんだな。JJ さんからスコピアムについて話を聞く必要がありそうですね。我々の知らない情報を持っているかと。綺麗。暗闇に輝く無数の星。ずっと向こう側の星には私たちの姿がどう見えているのかしら。敵に属す者だと分かっていても、味方だった者に剣を向けるのは苦しいだろう。もし姫の婚儀があのまま進んでしまっていたら、姫もスコピアムにされていたということか。ボルドールの奴はこの船を落とそうとした。帰りを待ってる連中には悪いが、もう容赦することはできん。船そのものが生命体って、ああ、想像しただけで恐ろしい。考えることは皆同じか。ええ、JJ さんから聞けることを聞きたいわ。ただどうやって声をかけようかって悩んでて。何か御用があるんならどうか入ってきてくれ。だそうだ。レイモンド艦長、
改めて我々を保護してくれたこと心より感謝する。それはいいんだ。それよりもスコピアムについて教えてくれないか。ユマからは何も。基本的なことは聞いています。ですが実際にスコピアムになった方とゆっくり話したことはないのです。スコピアムが人類の敵かということかな。その通りです。私はあなたと出会ったあの船でとても人間とは思えない大勢のスコピアム化した仲間を見ました。彼らは私だけでなくレイモンドさんやレティシアさんも問答無用で敵とみなしました。ですがあなたは大勢の避難民の方を守って戦っていた。それは普通のことではないか。え？彼らには彼らの作戦目標があり、達成のためにイレギュラーである君たちを排除しようとした。私には私の目標があり、その達成のために君たちに助けを求めた。そう言われればそうですけど、でもスコピアムは人を人ならざる者に変える異形の侵略者であると。私にはそう見えました。私の母性でも同じ誤解がまかり通っていた。スコピアムと融合したものは別種の異形の生き物になり、意思疎通が図れなくなるという意見だ。そうではないと。私自身がその証明ということではダメかな。あんたはスコピアムはロボットやアンドロイド、サイボーグとは違うのか。どれも私の今の状態を表現するのに最適な言葉ではない。私はほぼ全身をスコピアムと融合した人間だ。何のためにそんなことを。進化のためだ。デュマもそうは言っていたが、肉体を機械化するのが進化なのか。有機的な肉体の機械化は過程であり手段でしかない。スコピアムとの融合によってもたらされる共通の目的は、広大な宇宙に広がるスコピアムネットワークへの接続だ。人間をネットワークにつなぐってことか。私の星に来たデュマもそうだったが、誤解を招く言い回しが多い。融合した後なら納得できるが、融合前の人々には伝わらない。私はスコピアムと融合し得られる進化はここと、ここにあると考えている。スコピアムが融合する有機生命体は様々だが、こと人類に限れば血と心を進化させることは歴史が肯定してきただろう。すぐに理解してもらえるとは思っていない。私も全てを伝えきれるわけではないし、スコピアムを受け入れがたいとする人々の気持ちもまたわかる。ただ私はこの肉体を得なければ生きながらえることはできなかった。今この肉体を得たことに微塵も後悔はない。そのことだけは分かってもらいたい。はい。わからない。それじゃああの連邦士官たちは。まだ聞けてないことがあるんだろうさ。だが一つだけ認識を改めなきゃいけないことは間違いない。私たちは未知の出来事の一側面しかまだ見ていないってことですね。そういうことだ。さすがレティシア、柔軟だな。レイに散々鍛えられましたから。頭痛がしてきた。ちょっと休むわ。
俺も少し休むか。情報を整理する時間が必要だ。スコピアムも私たちと同じ人ということですね。それぞれ意志を持ち、みんな目標のために戦っている。私はまだ JJ さんの話を受け止められない。少し休むわ。私の説明だけでは到底納得できない。今向かっているコロニーに着けば、さらなる判断材料を提供できるはずだ。少し休んでおくか。さて、ワームホールってのがどんなもんか見に行かないとな。ブリッジに行こう。実際ワームホールってのはどうやって使うもんなんだ？ワープとも違うんだろう。ワームホールの縁にスコピアムの時空安定装置が設置されているはずだ。ワームホールにそんなものどうやって？あれのことか。あの装置だ。アクセスし、コードを指定した方式で送信してほしい。私がですか？できるのか？やってみます。座標をスクリーンに展開。目標の装置を捕捉。送信します。準備はできた。通常空間航行のままワームホールに突入を。よし、水力2分の1でワームホールへ侵入。水力2分の1でワームホールへ侵入。ふう、ヒヤヒヤさせるな。だがこんなことで空間を跳躍できるなら、ワープドライブなんていらなくなるんじゃないか。ワームホールが安定して存在するポイントは、この銀河系のスコピアムの分布範囲全体でも5箇所しかない。未知の空間に到達することもできない。生命と人類の進化にはワープドライブは必須の技術である。人類の進化か。進行方向にワームホールの切れ目があります。なんだよ、もう抜けるのか。ワームホールから離脱。時空計測に大きな誤差が出ています。各種センサーのキャリブレーションを実行。本当にうまくいってんのか。キャリブレーション完了。現在地はセクターベータ内。ワームホール侵入前の位置から713光年移動しました。マジか。遠距離センサーが宇宙コロニーのようなものを捕捉しました。距離 2.1 光年です。コロニー型スコピアム生命群の一つであり、
JJ の目標地点である。名をパラピアム。このまま進行するとよい。パラピアムには入港用のドックもある。これまでの感じからして、そのドックというかコロニーもスコピアムなんだよな。その通り。冗談きついぜ。マリエル、 JJ を呼んできてくれ。ここから先はあいつがいないと不安だ。わかったわ。うん、おい、パラピアムと交信できた。入港ドックに入るもよし、転送効果も許可された。ポートが一つアルダスのために開放されている。危険はないんだな。ここにアルダスに敵対するスコピアムは存在しない。アルダスは歓迎されている。危険はない。わかった。ここまで来てビビって帰るわけにもいかないしな。行くぞみんな。ええ、きっとなんとかなりますよね。そういうことだ。船のことは俺たちに任せて、パラピアムでスコピアムのことを調べてきてほしい。先ほどレティシアさんにスケマティックの見方を教えたんですけど、純粋に理解が早くて驚きます。なかなかうまくできないな。安全そうには見えますが、警戒は忘れないでください。ワームホールに突っ込むなんて、リュウマやJJさんの知識がなかったらとんでもない暴挙だよ。スコピアムの拠点か。何が起こるかわからん。しっかり準備してから転送室に向かおう。実家じゃ警察に通報されたんだぞ。興味深いな。これも一つの世界。いや、星なのか。いいや、きっと星を模した環境だ。よく見ると土地の両端がせり上がっている。この場所は巨大な円筒形になっているんだ。円筒形？何のために？回転によって疑似的に引力を生むためだろう。その証拠にここでは靴底につける装置も不要なようだ。そうだな。こんな広大な環境の引力を維持するために、空中間に使うような重力発生装置を使うのは非効率的だからな。引力とは何です？そこからか。お前らに分かるように説明するには、おい、後にしようぜ。これからどうするんだ？避難民と共に入国手続きのようなことをする。単純にミナノカを画像情報として取り込むだけだから安心してほしい。それがスコピアム化に直結することは？決してないと断言する。
スコピアム化の決定権は常に有機生命体側にある。スコピアム側から強引に融合することはない。なるほど。それじゃあ業に行っては業に従うしかないな。対象を発見。ラッキー。ごめんなさい、じゃなかった。ソーアで対戦してくれませんか。パラピアム周囲に異常ありません。引き続き観測を続けます。あちらで手続きをする。何も心配することはない。ようこそパラピアムへ。融合希望者の方ですか。いや、俺たちは。彼らは学習希望者だ。今のところ融合する予定はない。事前に申告したが、私の連れた避難民の一部が融合希望者だ。はい、申請確認いたしました。ただどうした。現在融合プラントの稼働率が下がっていまして、少し時間がかかります。生命維持に支障をきたす方がおられましたら、優先的にメディカルセンターへ搬送いたします。稼働率が下がっているとはどういうことだ。現在融合プラントの管理ネットワークが相当派を名乗るスコピアム軍の攻撃を受けています。この攻撃を完全に遮断するまでは融合結果に支障をきたす可能性があるので、施設の稼働率を下げているのです。相当派攻撃って、ここは危険なのですか。ああ、物理的侵攻による攻撃ではありません。あくまでネットワーク上での不正侵入行為です。パラピアム全体の防壁で対応しておりますので、ご安心ください。それは怪我人とか出ないってことでいいの。その通りですよ。ご心配いただきありがとうございます。いえ、それならいいです。スコピアムネットワークがスコピアムネットワークを攻撃するとは、分裂は本当なのか。いずれにせよ、パラピアム滞在中は自由にお過ごしください。スコピアムネットワークは皆さんを歓迎いたします。ラッキー。街だな。何の変哲もない。これで何の変哲もないのか。建物の一つ一つが王城と見間違えるほど巨大だぞ。おいジェイジェイ、
まさかあの建物や道端のベンチまでスコピアムとか言い出さないだろうな。察しがいいな。その通りだ。なんかしっくりこないな。同僚はなんだか。おい。いやすまない、本気にするとは思わなかった。笑ってなどいないぞ。笑ってるじゃないか。わけがわからないわ。私の故郷にも君のような顔をした者は大勢いた。スコピアムと化した我々が笑い泣き怒る、その気持ちは果たして本当の感情なのか。な、ごめんなさい、そんなつもりじゃ。いいのだ、未知のものを恐れるのは生物の本能だ。わからないんです、この町もメヌーク星系で見たスコピアムたちもあなたも、ではこうしたらどうだろう。リュマ、このパラピアムにも学習施設があるな。存在する。学習施設？融合前の人間や融合するか否かを悩む人間のためのスコピアム化疑似体験施設だ。スコピアムの辿ってきた歴史を閲覧し、スコピアムが見てきた多くの宇宙の経験が蓄積されている。興味があります、案内していただけますか？承知したと言いたい。私もパラピアムに来るのは初めてでな。共に探索するとしよう。ネットワークからの知識とやらで知っているわけじゃないんですか？スコピアムになってもなお宇宙には知らないことの方が多い。ネットワークにつながっていようとも、知ろうとしなければ知れることは決して多くない。そうかもしれませんね。まさかこんな広いだなんて思いもしなかった。いらっしゃい、うちは何でもあるよ。サンキュー。いらっしゃいませ、パラピアム随一の宿へようこそ。研究対象として
アスターにおける生命体のサンプルをいくらか得たいのですが、協力願えますか？まずは植物系統の生命体からお願いします。戦闘後サンプルはケース内に収容され保たれます。アスターに限らず多くの星系の生命体に関する情報をデータベース化して活用できるようにするつもりです。おや、私と勝負がしたいのかい？いいよ、来な。手取り足取り教えてやろう。対象を発見。ゆっくり街を見学しながら学習施設ってところを探すか。どんな構造しているんだろう。ラッキー。よう、二人で何してるんだ？お、レイカ。今、アベラルドさんに自動販売機の使い方を説明してたんだ。なんだ、アベラルド。自動販売機使いたかったのか？いや、そういうわけではない。そもそも何の装置か、今聞くまで知らなかったからな。私はこの船のことをよく知らないし、勝手に触って問題が起きたら困るだろう。だから遠目に見ていたのだが、そこに、アントニオ殿がいらっしゃってな、いろいろと教えていただいていたのだ。せっかくアルダスに来たんだ。ただ乗っているだけじゃつまらないだろ。まあ確かにな。お前もアントニオ殿の細やかさを見習った方がいいぞ。なんだよ、俺だって聞かれりゃ教えてたぜ。顧客の希望をいち早く把握し提供するのがプロだ。今回は俺の方が一枚上手だったってわけだ。アベラルド、騙されるんじゃねえぞ。俺はスマートさが売りですみたいな顔して、昔はとんでもない悪だったんだからな、兄貴は。アントニオ殿がそこを不良だったと。おいおい、よせよ、見苦しいぞ。これを見りゃ兄貴に対する見方も変わるだろうよ。やれやれ。お、これは。おい、なんでその写真を持ってるんだ。誰からもらったんだ。言え。嫌だね。情報提供者のプライバシーを守るのは基本だろ。一丁前にそれらしい言葉を使いやがって。
大方社の連中から送られてきたんだろ。先に煽ってきたのは兄貴の方じゃないか。だいたいアベラルドが俺を落とすからだろ。アベラルドさんはお前に助言してくれたんだ。八つ当たりはよせ。俺の気が利かないってんなら兄貴が注意すればよかったんだよ。人様から言われる前に気を利かせてな。なんだと、お前は注意したって聞きゃしねえじゃねえか。あのすみません、私の発言が兄弟喧嘩につながるとは思っておらず、本当に申し訳ない。ああ、いや、アベラルドさんは悪くないんだ。見苦しいところをお見せして、こちらこそ申し訳ない。そうだな、アベラルド、すまん。いや、二人とも仲直りしては。すまん、レイ。いいぜ、兄貴。おい、笑うなよ。お前が仲直りしろって言ったんだろ。いや、すまない。二人の反応があまりに似ていたもので、やはり兄弟なのだな、と。そうかよ。まあ、血は争えないってことだな。中と戦ったりするよな。もしパーツが手に入ったら集めておいてくれないか。これでも俺もメカニックの端くれだ。奴らのパーツを徹底的に調べてみたくてね。オンに切る。ジャンクでも何でもいい、じゃんじゃん集めて持ってきてくれよ。ダメですよ、ちゃんとご飯食べないと。いや、ニーナさん、これは。ん？どうしたんだ兄貴、ニーナも。おお、レイカ、お前からも説明してくれないか。説明？アントニオさんが3食同じクッキーばっかり食べてるって聞いたの。忙しいから食事はささっと済ませたいって。でもクッキーはあくまでおやつじゃないですか。栄養も偏るし、体調崩したらどうするんですか。ああ、なるほどな。ニーナ、そういうことなら心配しなくても大丈夫だ。そのクッキーはただのクッキーじゃないからな。え、どういうこと。このクッキーは完全栄養食ってやつでな、1日に必要な栄養素が全て含まれているんだ。つまりこれだけで健康な体を維持できるってわけさ。このクッキーだけで。ああ、まあ味のバリエーションが少ないからずっと食べてるとすぐ飽きちまうんだが。レイ、それなんだが、今俺が試していたのは新商品だな。味もそうだが食感もだいぶ変わったぞ。もうそんなタイプが出たのか。何味があるんだ。カレー味、チーズ味、コーンポタージュ味、豚骨味、まあ大体何でもあるぞ。せっかくだからニーナさんも食べてみないか。ちょうどステーキ味があるんだ。本当にお肉の味がするんですか。まあまあ、騙されたと思って。ほら、いただきます、何これ、本当にお肉の味がするな。はい、シーザーサラダ味も。しか食感もレタスっぽいような。ベグアルドにはこのタイプはなかったよな。どこで買ってきたんだ。取引先の企業から試供品が届いてな、思ったより良かったから一度仕入れてみようと思ってるんだ。へえ、いろんな会社があるもんだ。どうしたニーナ、微妙だったか。確かに美味しかったし、本当にステーキやサラダを食べてる感じがしたんだけど、わざわざこれを食べるんだったら
私は本物のステーキとサラダを食べたいなって思っちゃったな。ニーナさんの言うことももっともだ。こういうのは俺みたいな面倒くさがり向けの商品だからな。そういうもんですか。私はやっぱりクッキーはおやつがいいな。まあほら、いろんなやつがいるんだよ。俺は普通の飯の方が好きだけど、パパッと済ませたい時は食べることもあるし、逆にこういう加工食品の無機質な感じが好きなやつもいるみたいだぜ。星の世界の人たちが考えることはわからないな。クロエ、そろそろ。ちょっと待ってください。まだ心の準備が。何やってんだ一体。あ、レイ、それがクロエがアントニオと話がしたいそうでして。話がしたい？兄貴ならそこにいるぞ。暇そうにしてるし、話があるならさっさと行ってくればいいじゃねえか。通信などでは問題なく話せているじゃないですか。何が問題なのですか？だっていつもの通信は仕事ですもん。仕事関係なくプライベートでってなったら急に緊張してきて。そうだ、今日は日が悪いですし、また明日に。拉致が開きませんね。まったく。アントニオ、クロエが話があるそうですよ。なんだ、ちょうどいい、暇してたんだ。ほらクロエ、行ってください。やれやれ、手間のかかるやつだな。まったくです。でも今回は随分世話を焼いたな。頼まれたのか？別に頼まれたわけではありません。クロエは私の友人、そしてアントニオは家族です。友人と家族の恋路を応援するのは当然のことではありませんか？そういう言い方すりゃそうだが、俺の目線だとなかなか複雑な光景だぜ。あれは人間は余計な計算をしたり感情に乱されたりするから、単純な話をどんどん複雑にしてしまうんです。レイの時はあまり手間をかけさせないでくださいね。ああ。で、おい、何の話だよ。心当たりがないなら結構ですよ。ん？どこやったかな。このコロニーも一つの生命体だとすると、アルダスはどの部分にいることになるのでしょうか？捨てられちゃった。どうしたんだ、そんなに慌てて。けれど確かに。ああ、レイ、燃えているの。この大きな船って宙に浮いているんだよね。私たちの姿が。まあ浮いているといえば浮いているかな。ということは下に何もないってことでしょ？じゃあ一回落ちたらどんどん落ちていくことになるじゃん。そんなの怖すぎるよ。ああ、そういうことか。大丈夫だ、落ちたりすることはないから安心しろ。そもそも宇宙空間には上とか下って概念がないから、落ちるも何もないんだけどな。静かに。え？どういうこと？燃えているのに。レイたちにとってはこれが当たり前のことなんだろうけど、これ私が慣れるには時間が相当かかりそうだよ。ゆっくり慣れていけばいいさ。まずは震えないでしっかり立つことからだな。まずそれが難しいよ。
JJ さんが危険はないって言ったんでしょ。だったら私は信じていいと思う。なんだどうした。なんてこった、なんてこった。落ち着けよ、ちょっとはしゃぎすぎだぞ。これがはしゃがずにいられるか。ついに星の世界にまでやってきたんだぞ。そうだな、ずっと来たいって言っていたもんな。それで実際に来てみた感想はと聞くまでもないか。全てが未知の世界だからな、目につくあらゆるものを調べて回りたい気分だ。そこまでか。まあ楽しんでいるなら何よりだが、これほどにわからないことだらけなのは久しぶりだ。たく、何から調べていいのかわからなくてイライラしてきたぜ。そんなイラつき方があるのかよ。つい我を忘れちまった。落ち着かないといかんな。そうそう、もうちょっと冷静になれって。いやダメだ、何から調べるのかを考えているだけでつい笑みがこぼれちまう。あんたそんな顔もできたんだな。さてまずはこのアルダスから調べ尽くしてやるとするかな。おお、お手柔らかに頼むぜ。船のことは俺たちに任せて、パラピアムでスコピアムのことを調べてきてほしい。入ったばかりの新人も見ていますし、しっかり手本にならない。ようこそ我が第二の故郷。私も来るのは初めてなんだがな。どうした、何かあったのか。すごい、なんという光景なんだ。おい聞いてるのか。なんだ光ったぞ、今のは一体。気づいてねえな、これどれだけ夢中になっているんだか。いつの間にそこに。結構前からいたけどな。そうだったのか、すまない気づかなかった。いいよ、見慣れない宇宙空間に驚いてたんだろ。あ、そうだ。なんだよ、素直に認めるんだな。怒るかと思ったが。こればかりはそんな次元の話ではない。まさか毎晩見上げていた空の向こうにこのようなものが広がっていたとは思わなかった。そっか、それでどうだ、悪くないだろう。あ、正直感動している。ほんとどうした、珍しくとことん素直だな。うるさい、このような素晴らしい光景を前にしてお前と口喧嘩などしている場合ではない。そっか、まあ好きなだけ見ていてくれ、減るもんじゃないからな。ああ、そうさせてもらう。よう、星の世界に来てみてどんな気分だ。ただただ驚きの連続だ。これまで多くのものを見知ってきたつもりだったのにな。この先何が起こるのか分からず、期待と不安に胸を焦がされるなど、一体いつ以来のことか。
俺が初めてアスター4号星に落ちた時もそんな感じだったよ。このような世界から来たお主でも、新しい場所に足を踏み出した時には不安を感じたか。だけど同時にワクワクもした。マルキアはどうだ？ワクワクか。なるほど、久方ぶりに好奇心が動かされたとは思ったが、この気持ちはそんな面倒な言葉を使うものではないな。そうだ、まだまだ自分の知らない世界があるということに私はワクワクしているのだな。せっかく連れてきたんだ、これからいろいろと知っていってくれよ。よちよち歩きの子供のように、これから目に映る全ての新しいことを学ばなければならんのだな。安心しろよ、俺たちだってこの宇宙の長い歴史と比べたらマルキアと大して変わらないところにしかいない。これほどの差があってもか。それが宇宙って場所の広さと深さだ。なるほど、面白い考えだな。ならば子供は子供らしく真摯に学ばせてもらうとしようか。おい、マリエル。急に話しかけないでください。いや、そんなとこで何食ってんだよ。レーションです。連邦のレーションは随分サクサク言うんだな。うまい棒食ってたんだろ。どうしてそれを。俺も何度も食ってるからな。別にそんな隠すようなことじゃないだろ。ごめんなさい、軍の任務中だと間食なんて絶対許されませんから。でもどうしてもお腹が空いちゃって。俺に内緒でそんないいもん持ち込んでたのは許せねえが、運送業で移動中に物食って怒られるようなことはねえよ。好きに食ってくれ。ありがとうございます。せっかくですし一本食べます？お、ありがたいな。何味があるんだ？今あるのはサラミと野菜サラダとたこ焼きです。そうか、それじゃあ。たこ焼き一択だな。たこ焼き、ご存知なんですか？こう見えても地球のグルメにはそこそこ通じてるつもりだ。うまい棒だって何度も食ったが、このたこ焼きの食感とソースは唯一無二だろう。わかります。だから私も見つけるとついたくさん買い込んじゃうんです。いただくよ。ありがとな。それと隠れて食べなくていいからな、堂々と食え。ええ、次からはそうします。せっかくですからアルダスの皆さんにも配ってきますね。ほどほどにしとけよ。装置を設置って一体どんな技術と知識があればそんなことできるの？今年はグレートコンジャンクションの年だったんだ。で、これからは風の時代か。お、クロエどうしたんだ？天体図なんて見て。うん、ちょっとね、下半期の運勢を占ってたの。おお、星占いか。今さっきグレートなんたらって言ってたよな。うん、グレートコンジャンクションって言ってね、これが起こると新たな時代の扉が開くって言われてる星占い界の一大イベントなの。へえ、必殺技みたいな名前だな。ああ、
バカにしてるでしょ。いや、バカにしてるわけじゃないんだが、どうも占いってのは非科学的な印象がな。そんなことないよ。血液型占いだって昔は科学的根拠のないヨタ話だって言われてたけど、血液に含まれる抗原の違いが生存に差し響いて、そこから何を脅威に感じるかとか、物事の捉え方とか、いわゆる性格の一部にも影響を与えてるって研究結果が出たじゃない。月の満ち欠けが人の体調を左右するのも、月の光に含まれる成分が一定周期で変わるからだって判明したし、星占いだってまだ解明されてないだけで、いつか科学的根拠が発表されると思うよ。なるほどな。確かに当たると思う人が多いから残ってるわけで、そこに科学的根拠がないからヨタ話と断じることはできないよな。すまん。ううん、分かってくれたなら大丈夫。ちなみに星占いだと俺の下半期の運勢はどうなんだ。下半期からどんどん運勢が上昇していきます。背負っていた荷物を下ろして一息つけるでしょう。マジか、これは期待できそうだな。ただし予定外の支出が増えるので、出費を見越してしっかりと貯金をしておきましょう。げ、嘘だろ。イーダスは連邦に弁償してもらうとして、まだ何かあるのか。臨時ボーナスとか出ねえかな。よう、クロエ、ちゃんと休めてるか。おう、レイ、それにレティシアさんも。どうしたんだ、そんなに驚いて。何か考え事でもしてたのか。ああ、うん、まあそんな感じかな。クロエさん、もしかして何か悩み事が。いえ、そんなんじゃないんですけど、レティシアさんに一つ質問してもいいですか。はい、どうぞ。ゲラルト殿下との婚礼はレティシアさんにとっていいものでしたか。どうでしょうか。あの時は作戦中でしたから、つつがなく進めることが第一で、良いか悪いかは。ああ、そうですよね。すみません、変なこと聞いて。偽装結婚なのにおかしいですよね。いえ、お気になさらず。婚礼で何か気になることがありましたか。そのレティシアさんはあの時ドレスを着てましたよね。私も周りの人もみんなあの姿に見入っちゃったんです。綺麗で眩しくて。古い考えかもしれないですけど、結婚式って女の子が主役になれる場所なんだなって。なるほどな。まあ言われてみれば、レティシアのドレス姿を見るのはあれが初めてだったもんな、俺たちは。なるほど、確かにそうですね。ちなみにクロエさんは結婚したいと思う方がいらっしゃるのですか。いえ、そういうわけではないんですけど。そうか。そりゃ確かに好きな人はいるけど。やっぱりレイのことが。違います。やっぱりって何ですか。艦長としては尊敬してますよ。肝が据わってますし、状況判断能力も高いですし。でも一緒にいたらいつもハラハラさせられて絶対落ち着かないじゃないですか。まあな、クロエとエレナには苦労をかけてると思ってるよ。クロエさんは落ち着いた方がお好きなんですか。そうですね、見た目はちょっと怖いけど優しくて、家族思いで落ち着いた人がいいかなって。自由気ままな家族をスマートにフォローしつつ、対外的には紳士的に振る舞えるような。ああ、なるほど。ん、そこにいるのはレイ、クロエ、レティシアさんもか。アントニオ。クロエ、
お前は休憩時間中だろ。ちゃんと休めてるのか？あ、うん、大丈夫。ちゃんと休めてるよ。レティシアさんにちょっとお話を聞いてたの。そうか。また休憩時間を潰して勉強しているのかと思ったが、それならいい。お前は真面目だが根を詰めすぎるからな。たまにはそうやって休んでくれると俺も助かる。うん、分かった。じゃあまたな。レディシアさんもゆっくりしていってくれ。おお、またな兄貴。さっきの話聞こえてなかったよな。いや、俺の気にすることじゃないんだが。ワームホールに突っ込むなんて。あのワームホールとやらで一瞬でとんでもなく遠くに来たということか。実感がなくて困るな。格納庫応答してください。ここがスコピアムの本拠地なのか。二の足を踏んでいては何も解決せん。行くぞ。どうした？ため息なんかついて。星の世界のあまりの広大さに衝撃を受けてしまって、こうして見えている光の一つ一つが私の生きていた世界に相当するのだと考えると。確かに戸惑うのも無理はないな。もっと言うと、レティシアの星も俺の星も今見えてる光っている星よりもずっと小さいんだ。そうなのですか？例外はあるが、この距離で見えてる光っている星の大半は恒星、つまり太陽なんだ。生き物が住んでいる星はだいたいその太陽よりも小さい。俺たちの住んでる星はこの宇宙の黒い部分に紛れて見えないほどに小さいんだ。今まで見ていた世界がいかに小さなものだったのかを実感します。誰だって自分が見ることのできる範囲は限られているんだ。人間にその世界が大きく感じられるのも間違いない。そこで精一杯生きてるんなら十分だろう。確かにそうかもしれませんね。それにここから見えている範囲だけが宇宙の全てってわけじゃない。え？そうなのですか？ああ、この宇宙にはもっともっと、とても数えられないくらいに多くの星がある。俺たちだってこの宇宙のほんの一部しか知らないんだ。なんと言いますか、本当に途方もない世界ですね。ワームホール。人類がこれを自在に操ることができれば、もう移動手段さえもいらなくなるのか。ワームホールと転送の違いはよくわかりませんが、皆さんが緊張していたのだけは伝わりました。ラッキー。
ゆっくり街を見学しながら学習施設ってところを探すか。ラッキー、ラッキー、ラッキー、はっと。対象を発見。対象を発見。対象を発見。ラッキー、対象を発見。対象を発見。さすがにそろそろ学習施設に行ってみるか。小型生体反応を検知。俺の方が早かったな。ラッキー。ソーアの強者を求めて宇宙を旅してきました。久しぶりに帰ってきたのですが、ソーアでもしますか。ラッキー、ラッキー。あんまり一人で勝手に行かない方がいいな。他のところを見よう。あなた、パラピアムは初めてなんだって。どれ、それじゃソーアで文化交流と行こうじゃないか。ラッキー、やっ、よっ。
学習施設を使ってみるか。本当？ファイトシミュレーターよりは安全だと言っておく。やってみましょう。私たちはスコピアムについてあまりに知らなさすぎます。そうだな。デュマを問い詰めてだんまり決め込まれるよりはいいかもしれない。学習施設の利用にはスコピアム化したものの案内が必要になる。私も一緒に入ろう。わかりました。よろしくお願いします。施設というからには図書館のようなものを想像していたのですが。図書閲覧による学習も依然として有効な学習方法であることは認めるが、ここは少し違う。休憩時間まであともう少しか。ようこそパラピアムへ。ここではスコピアムとの融合を正しく理解するために多くのことを学んでいただくことができます。おお、何をすりゃいいんだ。ここでは融合希望者、融合に悩む有機生命体の皆さんにスコピアムの情報が全て明らかにされます。試しに何か質問してみてください。それじゃあ、スコピアムは何で融合する必要がある？種としての進化のためです。進化って何のために？問いの範囲が広範であるため回答の精度は落ちますが、進化とは種の保存と比例して起こる事象です。スコピアムという種と我々一個体がよりよくこの宇宙で生存し、種を保存し繁栄するためにごく自然に行われるのが我々の融合です。ごく自然にか。スコピアムってそもそも何なんだ？原初の個体と現時点での大多数の個体のありようは大きく異なりますが、スコピアムは炭素やケイ素を肉体の構成要素として用いない機械生命体です。それは生命と呼べるものなのか？これまでスコピアムが観測した多くの主観的視点を持つ個体が社会を形成した生命は、自身と比較し共通の構成要素を多く持つ生物を生命と定義します。よって我々は我々自身を生命と定義します。自分は自分ってことか。聞きたいことって言われてもな。ん？どうやら情報が更新されたようだ。え？そこの赤い個体が相当派の情報を収集してきたらしい。彼らに関しては我々もまだ多くを知らない。
いい機会だ。訪ねてみてはどうだ。赤い個体のデュマが相当派の情報を収集してきたらしい。訪ねてみれば新しい情報も得られるだろう。デュマは結局どういう役割を負ってんだよ。スコピアムネットワークの進化が停滞したとネットワークが判断したとき、自発的な進化を促すために新たな有機生命体の探索に出るんどす。デュマは調査対象の有機生命体の社会で不審に思われないような形で社会に溶け込むっす。そんでまあなんやかんや調べて、その人や生命体社会を取り込むと、ネットワークの知識が飛躍的にアップするみたいなことがあると、よっしゃ融合交渉しよっかってなります。融合できるかどうかってのは何でわかるんだ。原則希望者はどなたでも融合が可能ですわ。とはいえ融合前の有機体の状況次第では、希望する融合の状態まで段階的に融合処理を施すこともあるずら。パラピアムに来る融合希望者は最低1日、最長1週間で融合が完了すってよ。逆にネットワーク側から新たな進化を求めて調査素体を派遣する場合は、対象有機生命体を集団で取り込むことがネットワークの進化にどのように寄与するかをフィードバックして、ネットワーク全体で審査してからの決定となるんですのよ。睡眠って必要なのか。昨日食べても食べてもなくならないバーニーステーキの夢見た。スコピアムのエネルギー源は何なんだ。飯、風呂、寝る、水、太陽光、呼吸、摩擦、いろいろ。あー、ダバスカガス、ダバスカガス、ブンブルブルブンブルブル、オニビッツ、ヘイホロー。リッピリブルドルエンカルレンセルリー、ビッキンビギスコピアムの中に種族はあるのか。スコピアムはスコピアムとして融合した全ての個体を同一の種と認識する。融合対象による形態や機能、ネットワーク内部での役割の際、区別は存在するが、個体としてのスコピアムの存在意義には一切の際、区別は存在しない。スコピアムは全部でどれだけいるんだ。概算で50兆8502億1119万4020体の個体がネットワークに接続し把握されている。分布は銀河全体に及び、平均して1秒に260万体の個体が誕生している。融合が嫌になったら解除することはできるのか。足りねえだろ。融合の深度で解除の手間はかかるが、基本的にスコピアムは来るもの拒まず去るもの追わずだぜ。とは言っても融合やめてってやつは滅多に現れねえな。銀河ヒロシといえども1日10体いるかいねえかだ。そんくらいレアだし
そんだけスコピアムネットワークってのがイケてるってこった。スコピアムと融合することにメリットあるのか。マジご機嫌なスコピアムネットワークと接続できる。これに尽きるぜ。この広い宇宙のあらゆる知識、経験がネットワークに接続されてっかんな。おっと、誤解のないように言っとくが、ネットワークに接続したからって全部が同一個体にならされたりはしねえからな。俺は俺のまま、あんたはあんたのまま、あくまで独立した主体的人格を持った個体としてネットワークに接続して膨大な知識にアクセスできるんだぜ。お得だろ。相当派スコピアムってのは一体何なんだ。スコピアムに新たに発生した進化の可能性としてのネットワーク。現時刻にて相当派に属すると認められる個体は概算で1774万体。このネットワークは従来のスコピアムの進化とは違う道筋をたどることを是とする思考ルーチンを共有している。現在解析を進めているが、従来のスコピアムとの融合を望む場合、相当派に属することはネットワークの総意として推奨できる状態にはないと警告する。以後情報収集を継続する。相当派について聞けたし、 JJ に話してここから出るか。もう良いのか。なんとなくだが、ある程度は理解できた。私はちょっと基礎知識が足りなくて、半分も理解できたかどうか。結局は相当派というのも、ネットワークの中に派閥が発生してスコピアム同士がいがみ合っているということでいいのかしら。そもそもスコピアム同士が戦うという事態がありえない。お前は随分そのことにこだわるな。スコピアムが生き物だって言うんなら、同族で争うことだってあり得るだろう。スコピアムの生命としての根源は、あらゆる進化の可能性を模索し、それを共有すること。派閥を起こし、相反する思想が起こるのであれば、相反することすら共有し、次なる進化の糧とするのがスコピアムだ。根本的なアルゴリズムの問題として、進化の可能性を自ら刈り取るはずが。そのような進化を遂げたということはないの、リマちゃん。そんなはずは。私も正直リュマと同じ気持ちだ。だからこそ相当派の行動には戸惑っている。融合プラントの者たちも同じように考えているはずだ。ボルドールたちはその相当派スコピアムになって何をしようとしているのかしら。何の音だ。外からよ。バカな。相当派の襲撃だと。え？ネットワーク内で共有された。ドックから相当派スコピアムがパラピアム内になだれ込んだ。パラピアムそのものも外部から攻撃を受けているようだ。これは あれはアストリア。俺たちを追いかけてきたのか。いいえ、向こうに向かっています。こちらは融合プラントのある方向だ。
まさかプラントを破壊する気か。レイ、アストリアを見ましたか？今見た。融合プラントに向かっているそうだ。一度合流しましょう。アベラルドさんたちがなだれ込んできた相当ハスコピアムたちからパラピアムの方を守って戦っています。わかった。一度エレナたちと合流する。行くぞ。総員戦闘準備。連邦スコピアムを使って侵略行動しているっていうの。そうであっても驚かない。今のお前が侵略するなら同族じゃなくて他の星の思想の気がするな。どっちにしろアストリアは随分前から相当戦っているのに。まさかそんな。我々にもわからないことが多い。ネットワークはまだ数多の分析が錯綜し混乱している。まずは君たちの仲間と合流しよう。ラッキー。た、そちらも無事だったか。遅いぞ。どこを突き歩いてた。怪我した人がたくさんいるの。早く治療しないと手遅れになる。無法だと理解している。それでも彼らは命じられた任務を遂行することを選んだのです。言葉で理解する段階は過ぎました。彼らの無法を正すなら戦わなければならないんです。わかりました。警戒しろ。前方に敵がいる。まだまだ行く。行くぞ。コース班の活動停止。この地区はなんとか防衛できたようですね。だが融合プラントでは戦いが続いているようだ。プラントには融合前の肉体の者たちが大勢いる。パラピアムに暮らす方たちを助けに行きましょう。アストリアの無法をこれ以上見過ごしてはおけません。そのためにかつての同僚や上官と戦うことになってもですか。アベラルドさん、ありがとう。あなたのおかげで戦う覚悟ができました。もう迷いません。これを見ればアストリアの行いが間違っているのは明らかですから。その通りです。イーダスの仇も取らなきゃならんしな。アストリアの艦長一発ぶん殴っていいよな。もちろんよ。 JJ さん、案内をお願いできますか。もちろんだ。同胞のいさかいに巻き込んでしまって詫びのしようもない。プラントは広大で相応の人員が投入されているだろう。準備は怠りなくな。ラッキー。